トンカ氏は中華人民共和国吉林省遠辺朝鮮族自治州の研究市。朝鮮族が人口の約5%を占める。市名の由来は中央に大徳トンカとあるのによる。古代の北海国初期の都の城が所在した。トンカ氏は遠辺朝鮮族自治州の西北部にあり、ボタン工場流の地である。北東は国流交渉、東は道州、 大清県、東南は、炎吉市、南は、安都県、西南は、吉林省白山市、西北は、道省吉林市と接する。面積は1万1957平方メートルで、吉林省内の研究史で最大の面積。698年大祖堺は州を率いて、東無山に城を築き、新国王と合した。713年元僧はこの地に使者を送り、 大素栄を作法して、牧海軍を落とし、牧海と称するようになった。牧海の戸が後に、上行流戦府に移ると、東無山の地は、旧国と呼ばれるようになる。新大には、満州皇族の発祥地とされ、200年にわたって、封禁されたが、1882年に、ンカ県が設置されている。1930年には、81よし厚志暴動が、発生。 1945年には満州に侵攻したソ連軍によるトンカ事件の舞台になっている。1946年から発生した国境内戦では中国共産党吉林省委員会と吉林省政府が一時的にトンカ県に設置された。1958年延辺朝鮮族自治州に移管され、1985年研究士となった。四街道。 11鎮、5強、を、管轄、2002年の全市生産総額は38.5億人民元で、吉林省の県、研究市の中では、第3位にランクされる。高邸川鎮では、朝鮮人参の人工栽培を行い、年間50トンを生産する。広く大東亜戦士満州編した。富士諸園、ありがとうございます。